はい、サイグスヨーチューガナビラ、今日は復帰52年の沖縄、我々は軍事植民地か植民地を拒否する 5.18 デモにお越しいただきありがとうございます。とても暑い日ですが、こんなにたくさんの人が集まってくださって大変嬉しく思っています。ちょっとここに立つとね、緊張もするんですけどね、後ろの方からちょっと違う考えの人たちが喋ってらっしゃるので、それに負けないで頑張っていきたいと思います。で、時々ね、あっちの上の方から猫がニャーって応援してくれるので、猫がニャーって鳴いたらもう嬉しくなって進めて、今のニャーかね、はい、進めていきたいと思います。あ、申し遅れました。本日の、司会の、平愛香と申します。沖縄一坪半線地主会関東プロ地区のメンバーです。はい、うちなんちです。では早速今日の主催者挨拶を、参加者を代表して平愛香さんにお願いします。はい、私主催者代表として今日は挨拶をすることになりました。平愛香です。よろしくお願いします。ちょっと長年喋っていいよって言われて、何喋ろうかなと思ってるんですけど、よく平愛香、この名前を紹介するとですね、平っていうのを2文字だってことを忘れられちゃうことがあるんですけど、私の平漢字2文字です。平たいの平和の平にですね、良いっていう字がつきます。うちなんちゅの名字です。皆さんの中にも2文字の平さんを知っている方がいるかもしれません。沖縄にルーツがある方だなって思っていただければと思うのですが、実は沖縄差別っていうものが長年ありました。今も構造的な差別を受けてますが、かつては沖縄出身ということで職業差別を受けたり結婚差別を受けたりした人たちもいます。ですから沖縄出身だということを隠すために1文字の平さんにした内団地の平さんもいます。ですからもし1文字の平さんを見た時に、あ、この人は1文字だから沖縄は関係ないなと思ったら、必ずしもそうじゃないことがありますよ。そういう平っていう名称であったら、そういったことを思い巡らせていただければと思います。ちなみに私の名前の愛花の方は愛の香りと書きます。僕自身が男性同性愛者なので、そのセクシャリティを超えるような活動名を使ってるんですかって聞かれることがあるんですが、これ親がつけてくれた名前です。沖縄の平和を願って名前を考えてた時にですね、うちの両親クリスチャンなんですけれども、聖書の中に神様平和はどこに行ったんですかって泣き叫ぶ歌があるんですね。愛か悲しみの歌っていう短い歌です。今度生まれる子供は男の子でも女の子でも愛かってつけようっていうふうに決めたんだそうです。字だけはね、大変ポジティブに愛の香りにしてますけれども、本来は平和を叫び求めるものっていう意味で来てたんだそうです。まあ、そういうこともあってこういう場所でマイクを握るようになってしまいました。さあ、 5.15 皆さん何の日かご存知ですか？もしかしたらね、イスラエルの建国の日としてイメージしている人もいるかもしれません。イスラエルが国を建てたのが5月15日なので、特別問題にしないといけない日だと思いますが、私たちにとっては沖縄が日本に鍵括弧復帰した日です。1972年、私が4歳になる少し前に沖縄は日本に再びなりました。でもそのことを手放しで喜んだわけではない、むしろ本当に日本につながるべきなのかっていう問いがとてもたくさんあります。ご存知の方も多いかと思いますが、沖縄は米軍に支配されている間、完全に人権がなかった。事故が起きても全部米軍の方が無罪になった、そういったことがずっと続いている中で、しかもですね、ベトナム戦争が始まってましたから、沖縄は今度は戦争の加害者になっていった、まあ、加害者にさせられたとも言えるかもしれませんが、沖縄に基地がいっぱいあるということは被害者になるということと同時に加害者になるということでもある。それは沖縄の人が実感しています。ベトナムの人たちは沖縄のことを悪魔の島と呼んでいたそうです。
自分たちを殺しに来るから、沖縄からもベトナムに薬を送ろうって話をした時に、ベトナムの人にですね、薬を送る前に殺しに来るのをやめてくれと言われたって話も聞きました。今沖縄の辺野古で基地建設を止めているのは、これ以上基地被害を増やしたくないからだけではありません。これ以上加害者になるわけにはいかない、これ以上戦争を生み出す島になってはいけない、そういう思いが強いからです。ただですね、沖縄がアメリカに支配されてた、27年間非常に苦しい中で、日本政府が憲法9条を持ったということを知るんです。憲法9条、戦争はしない、軍隊を持たない、武力を持たない。沖縄は歴史を見ると日本に侵略されて沖縄県となっています。誰も望んで日本の一部になったわけではありません。軍隊と警察が沖縄にある日突然やってきて無理やり県にさせられた。僕は沖縄から見て日本は侵略者だっていうふうに今でも思ってますが、そういう日本が今度は沖縄を切り捨ててアメリカに売った。その中で沖縄はものすごい辛酸をなめたんですね。だけどその日本っていうのは平和憲法を持ったっていうふうに聞いた。その日本だったら私たちは日本につながりたい、これ以上人殺しの手伝いはしたくないし殺されたくない、そういう思いが募りに募って、そして日本になることを求めたんです。その当時アメリカから禁止されてた日の丸さえ振った、そういう沖縄の人たち。ところがいわゆる復帰が近づいてきた時に完全にまやかしだって気づいたんですね。米軍基地は全くなくならない、それどころか今度は日本の軍隊である自衛隊が配備される。これに多くの沖縄の人は憤りました。国会の、そうですね、1971年の12月の沖縄国会と呼ばれる国会では、佐藤栄作当時の総理大臣が演説をしている時に沖縄の青年が爆竹を鳴らしました。抗議の表明です。本村さんという方で先日がんで亡くなられましたけれども、私たちはその思いも受け取っている。本当に沖縄は復帰してよかったんだろうか、そうじゃないんじゃないか、少なくとも軍隊を日本政府によって押し付けられることは望んでいない、そういう思いがあって沖縄では復帰反対運動も盛り上がりました。だけど1972年5月15日沖縄の人たちの民意を踏みにじって沖縄県になったんです。日本の県になりました。手放しで喜べるものではない、むしろ腹立たしく悲しい日、その日は沖縄は土砂降りだった。なんかね、日本のメディアでは日の丸のもと、大空のもと、青空のもと日の丸降って喜ぶ沖縄県民っていう写真が載ってたらしいんですけど、どこで撮った写真なんでしょうね。沖縄たちはその日以来怒りの矛先がどこに向けたらいいのか、72年そのままです。むしろどんどん地理強化が進んでいる沖縄、それを考えた時に5月15日は沖縄が復帰できてよかったっていう日ではないということを改めて感じるんです。改めて日本に問う、そして沖縄も一緒になって考える、そういう日を今日は過ごしたいと思っています。一緒に活動していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ではこれからですね、琉球舞踏舞踊鳩間節を皆さんにご披露したいと思います。鳩間節のために舞台を今作りますね。鳩間節っていうのは西表島のそばの鳩間島っていう小さな島、そこにある、踊りです。白い砂浜とサンゴに囲まれた美しい島です。
そこで生まれた歌、鳩間島の、丘に登って見渡したら熊の緑は美しく、海には船が行き交い、佐渡では稲や栗、あわを積んでいる豊かな島の見事さよという歌です。もともと鳩間島ではもっとゆっくりした曲でしたが、鳩間節が沖縄島に伝わるとテンポアップしてきたそうです。振り付けもいろいろ多様に踊られました。今日踊るのは空手の所作をふんだんに取り入れた空手の鳩間節です。踊り手は与儀睦美さんです。ではよろしくお願いします。拍手お願いします。鳩間節でした。与儀さんありがとうございました。続きまして、本日のゲストスピーカーでもある、テリア博之さんから、スピーチをいただきます。実はテリアさんの講演会が今日4時半から他の場所であります。その講演会のチケットも皆さんにお配りしてますので、資料代として500円をいただいてますが、欲しい方は手を挙げていただければ、帽子をかぶっている水色のシャツの女性の人がチケット代わりの地図を配っております。テリアさんはミサイル配備から命を守るうるま市民の会共同代表、
うるま市島ぐるみ会議共同代表、沖縄国際大学名誉教授でおられます。では、ペテさん、いらっしゃいました。 お願いします。10分から15分くらいお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。ただいま紹介に預かりましたテリアで、ございます。今日ここで皆さんと一緒にこの復帰52年の沖縄、我々は軍事植民地を拒否すると、沖縄一坪反戦自治会の関東ブロックの集会でお話しできることを大変喜んで、そして皆さんがここでこういう集会をやっていただいたことに対して非常に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。我々は今沖縄でヘルコル問題を中心としたり、そして先立てまではうるま市では自衛隊の訓練場の問題で市民が大いに戦い、そしてついに断念まで追い込んだことは大きな勝利であると思います。まず私は今日の話の中ではですね、この訓練場の問題というのを一言話しますと、あまりにも政府のやり方がデタラメすぎる。住宅地域の裏側に訓練場を作ったら生活できますか？防衛省の裏側に訓練場を作ったら仕事できますか？国民、県民、市民は何と思ってるんだろうと、本当に腹立たしくなりますね。そして近くには県の青少年の家があるんですね。子どもたちは野外観察をしたりいろいろとやってるのに、4万人の子どもたちが1年に利用してるんです。そして特に23年度は5万人以上が利用したんですよね。こんなところに来るということは、訓練場を作るということは、防衛省は市民生活は全く無視していると、あるいは市民生活のことを考える力がないと、こんな力のない防衛省に我々は任せるわけいかない。ですからこのような訓練場は断念に追い込めした。そして市民の力によって追い込んだところに大きな意義がある。そして皆さん新聞で ご覧になったと思うんですけども、4月の11日にうるま市の中村市長と自民党県連の中村大さんが防衛省に行った。その1時間後に断念しましたと。1時間で断念できるんですか？全部嘘なんですね。だから要するに今沖縄県議選が真っ最中です。沖縄の県議選は今与野党白昼なんです。これをなんとか逆転しないと、また玉城デニー知事が辺野古の問題で裁判を起こすかもしれないと。そのためにはまずは県議を取らんといけない。しかし皆さん、絶対取らすわけにいかない。叩き潰さんといけない。皆さんもお知り合いが沖縄にいたら電話をかけて応援してください。自民党が伸びたら日本の政治はろくなこと何一つもない。裏金も回りますから、裏金で回った政治で我々は政策を作られてはいけない。まだまだ話したいんですけれども、この話で残りは講演会で質問も受けながらやります。私が今日一番話したいのは52年だった今の復帰ですね。ですから先ほど平さんがカッコつきの復帰と、ね、本当にカッコつきなんですね。復帰というのは国語辞典を引いてみたら元に戻すと書いてあるんですね。元に戻した沖縄には基地はなかった、米軍基地はなかった。だから米軍基地のある復帰は、これは未完成の復帰、復帰の真似をした復帰ですから、我々は基地を撤去するまではまだ復帰を獲得したことにはならない。そして本当に私が我慢ならないのは、こうやって沖縄を米軍の支配下に置いた、そして地上戦を戦って終わったら米軍基地になった、とんでもない話ですよね。なんで沖縄が
こういう目に遭わないといけないか。政府が勝手に戦争して沖縄を地上戦にして、この地上戦にしたのも国土防衛のためですよ。日本を守るために沖縄の人にはここで最後の最後まで戦えということで、たった3ヶ月で9万4千人の人が亡くなったんですよ。復帰後はどうなった。天皇がマッカーサーに、いや25年から50年使っていいですよ、もっと必要だろう、もっと使っていいですよ、1947年にメッセージを送ったんですね。いわゆる天皇メッセージ。そしてこのことをずっと黙っていた。日本の政治は悪いことを黙る癖がある。俺はこれ暴かんといけない。そして1977年月刊の世界史に当時の筑波大学の新藤先生が発表したんですね。それでバレたんです。ああこんな嘘をついていたのかと、けしからんと。そして今日ね、基地が及んで復帰してもまだ7割残り、他県との比較で復帰の時期には6対4でした。沖縄が6、他県が4。今は復帰52年でどうですか、7対3じゃないですか。なんでいつまでも沖縄を舵ったんですか。沖縄7割を沖縄で削って、他県は46都道府県でたった3割、100個の荷物があったら70個を沖縄一人で、30個は46名で持つと。こんなことは許されない。我慢ならん。そして米軍統治下においては我々は米軍支配の非常に大きな被害を受けました。犯罪の問題とか基地被害、 B52 の爆発、あの B52 の爆発は私は音と光を聞いたんですよ。11月19日でしたかね、1968年かな、たまたま外に立っていたんですね。決して夜遊びしたわけじゃないよ、ね、あの音と光を聞いてですね、18歳、また16歳ですからね、16歳ですから地球異変を見たと思いました。地球異変、怖いのを見てしまったなと恐怖におののいた。そしたら臨時ニュースで B52 が爆発したとですね。まあそういうこともあったと。そしていろんな事件事故をね、本当に嫌と言われるほどね、見せつけられた。ですから我々はこういう米軍統治下においてすごい時代を過ごさなければいけない。なんで沖縄が米軍統治下に置かれないといけないのか。何か悪いことでもしたんですか。沖縄だったらいいだろうと、そういうことで米軍統治下にすると。なんで他の46都道府県しなかったんですか。一回わじわじしますよね皆さんね。なんで沖縄天皇を挙げるんですか。我々は理解に行く。そして今もっと困っているのはアメリカも対中戦争の時に沖縄を使ってやりたいと、本国は使わない、沖縄を使ってやりたい。これは何でかと、嘉手納基地もある、普天間基地もある、キャンプハンセンもあるね、キャンプ消防基地がたくさんあるからですよ。復帰をちゃんとしなかったからですよ。あるいは復帰後の基地の整理縮小をちゃんとできなかったから今度は台湾有事とか対中戦争でこれを使うわけ。基地がなく、普天間基地もキャンプハンセンもキャンプ消防も火山基地も全部なかったら、何も今対中戦争で沖縄が巻き込まれることはなかったんですね。ですからそうね、全て沖縄が苦しむのは日本政府のせいであると。そして今度は復帰後はアメリカと日本政府が一緒になって沖縄を苦しめている。今回の沖縄はかつては日本の防波堤になるさせられた、今度は日本とアメリカの防波堤にさせられようとしている。そして太平洋のステージとして使われようとしている。我々は向こうには沖縄146万県民が住んでいる。太平洋のステージにされるわけにいかない。だから戦って戦い抜かなければいけないと、そういう思いがしてならないわけなんですね。
まあその辺のですね、まだまだお話もしたいんですけれどもですね、残りはですね、ゆっくりと公演の中でですね、私は今日の公演はですね、あんまり話はしないでですね、私は話したら、まあ話は好きですけどね、今日は私たちが日米の合同訓練の中で、うるま市と沖縄市か、沖縄のね、そういう団体がどんな戦いをしたかというのをスライドにしてありますので、このスライドをですね、見ながら説明してやると。じゃあなんで沖縄をここまで戦わないといけないのか。裁判に訴えても勝てない。何言っても政府は聞かない。だったら我に何の手段がありますか。体を張って戦うしかないんじゃないかという思いがしてならない。大執行の裁判はひどかったじゃないですか。最高裁では門前払いですよね。ですから我々は体を張ってでもそういう訓練を止めないと戦争に巻き込まれる。沖縄では訓練はできないよという思い知らさんといけない。そういう戦いをしています。それを後で映像で見せます。ですから映像とか写真でですね、時間の許す限り一緒になって考えたいと思いますので、ぜひ講演会の方もですね、一緒にまた意見交換もしながらやっていきたいと思いますので、私の話はまだまだいろいろと話したいんですけど、今日は10分というものですから、今ちょうど9分59秒です。はい、ちょうど10分になります。はい、どうも。エリアさん、一平二平デイビさん、ありがとうございます。はい、これからはい、今公演の4時半から公演がありますよ、映像もありますよ、ぜひ皆さん見に来てください。ただ資料代500円をいただきますので、今払ってくださっても構いません。今払ってくださった方にはその会場までの地図をチケットとして差し上げております。チケット持ってる人、配ってる人4人ぐらいいるはずですけど、岡間さん、ここにいる人たちがチケットを持ってますので、今からちょっと回ります。この4時半からの会に参加したいという方はぜひ資料代としてチケットをお受け取りください。さらにもう一つアピールですね、この後デモに出た時にですね、上り旗とか横断幕を持つとか今ちょっと足りないそうです。ですから動き出した時にちょっと持ってって頼むと思いますので、その時は心よく一緒に持っていただければと思います。ではカンパタイムですね、講演会のとは別に今日この会場費使用のための、資金がちょっと必要なのでカンパお願いしてます。お願いいたします。でですね、残ったのは全部うるま市の戦いの方にカンパしようと思っています。ですから今日のこの集会の費用およびうるま市への戦いの支援としてのカンパを、2人ぐらいかな集めてます、3名で集めてますので、どうぞご協力お願いいたします。では、カンパを集めてる連帯挨拶ですね。はい、東水路東京水道、労働組合の何者だったか、寺島さん、よろしくお願いいたします。新宿アルタマンに集まられた沖縄の戦いに心から連帯をし、そして今日沖縄で行われている平和行進もすでに終わっていますけれども、県民大集会に心を寄せてこの新宿に集まられた戦う仲間の皆さん、大変お疲れ様です。紹介いただきました全水道東京水道労働組合の寺島といいます。東水道代表して若干挨拶をしてですね、共に沖縄に連帯をするその心を皆さんと共有をしたいというふうに思います。今司会の平さんやからもありましたけども、私たちこの首都東京の中で何ができる、何をしなければいけないのか、今日皆さんと一緒に考えたいというふうに思います。お話の中にずっと出てきた括弧付きの復帰52年、この思いを東京で首都圏で生活する私たちが
沖縄といかにつながって全ての基地を撤去する、そうした戦いに突き進むのか、このことが今日ここに集まった私たちに求められているんだというふうに思います。総水路、この16日から行われている平和行進に全水道38名の仲間とともにですね、そのうち5名が参加をしています。また東京の中で中小公務の合同組織である東京全道協の沖縄移行実行委員会というところで32名の仲間が沖縄の平和行進に参加をし、東水路も職場地域から6名の仲間が参加をして沖縄の戦いに心を寄せる、そして自らが沖縄に入って沖縄の現状を見て独自の学習をする、こうした取り組みを今行っています。私たち東京都水道局、下水道局、そしてその関連団体で働く職員社員で作る労働組合です。ひとたび戦争が起きれば水道下水道をはじめとして、そして各自治体の公務員は戦争のための業務を押し付けられる、こういう実態があります。しっかりとですね、日々の業務を通して戦争には加担をしない、このことを訴えていきたいというふうに思っています。沖縄に7割の基地が存在をしています。今辺野古で新基地建設が行われています。よく考えていく必要があるというふうに思います。私たち税金をですね、働いて、大してお金もらってないですけど、その中から必ず税金取られています。自民党がこの間パーティー券のキックバックという裏金作りをして、何千万というお金がキックバックされても犯罪にもならない、こうした現状が今のこの腐った日本の現状だというふうに思います。しっかりとそのことにも声を上げていかなければならないし、沖縄の辺野古で行われている新基地建設は私たちが納めた税金で行われているんだということをしっかりとですね考えて、そういったことに私たちの税金は使わせない、こういった取り組みも必要があるというふうに思います。今大企業を中心にデアの大幅アップということが言われていますけども、公務員もそうですし、東京の中小、そして全国の中小で働く労働者の賃金は上がっていません。大企業だけが儲かる社会ではなく、一人一人の私たち労働者、そして全ての日本の仲間が安心して暮らせる社会の実現に向けていく必要があるというふうに考えています。これからの日本を私たちが沖縄にいかに連帯をする、そして基地のない沖縄を作る、これは決して米軍基地だけではありません。東京にも横田基地がありますし、関東一円軍事基地が広がっています。米軍基地だけではなく、日本の軍隊もどんどん強化をされています。まさに戦争をするための国家づくりが行われ、そしてそれに向けた憲法改正が今行われようとしています。このことに一人一人の力、魅力かもしれませんけども、みんなの力を結集してですね、岸田政権を打倒して、私たちが人権のが、しっかりと認められて大切にされる、そういった世代を今日ここに集まった皆さんと作っていく、このことをお約束をして総水路の挨拶に変えたいと思います。全ての軍事基地撤去に向けて共に頑張りましょう。はい、東水路の寺島さん、ありがとうございました。はい、もう一方全体挨拶がいるの？さっきから猫がね、にゃーって応援してくれてるのがめっちゃ楽しいんですけど、はい、あ、いました。はい、沖縄の戦いと連帯する東京都部集会実行委員会といいます。東部の地域でですね、沖縄に特にこの、沖縄の関係者辺野古、またですね、自衛隊の基地の関係でですね、反対の、行動を行っております。で、私たち実行委員会としてはですね、毎月の乗船を、
キスズキには北千住、それからグースズキは錦糸町駅の第3木曜日ということで、この間ずっと反対の挑戦行動をさせていただいております。そして5月22日、これ今後のですね、行動の紹介をさせていただきます。すいません。5月22日には亀戸にある亀井屋文化センターにおいてですね、学習集会を開催することになっています。日は5月22日になります。琉球新報東京支社の秋山真人記者をお招きしてですね、代執行の問題、それから辺野古新基地建設が今後どういうふうになっていくのか、こういったことをですね、東部地域で学習してですね、学んで、この辺野古新基地建設反対の戦いを沖縄の人たちと共にですね、継続をしていきたい、断念するまで戦いを進めていく、こういった思いで学習会を開催をします。そして7月の5日から9日にかけては、辺野古新基地建設の関係でですね、沖縄現地支援連帯行動を実施をすることになりました。沖縄辺野古のゲート前と、それから先ほどですね、テラさんの方からお話もありましたけれど、昼間の今は訓練所の方一旦断念をしたというふうになっておりますけれど、また選挙終わった後ですね、また再び持ち上がるかもしれないということ、それから勝連分屯地におけるですね、ミサイル部隊の配備の関係、こういったこともですね、沖縄現地に行って見て視察をして、そして東京に帰ってきてですね、反対の運動をしていきたいというふうに思っております。引き続きですね、沖縄東部においてですね、この反対の戦いを進めていくことを皆さんに紹介をしてですね、全体の挨拶をさせていきます。よろしくお願いします。東部の方ありがとうございました。続きまして、止めよう辺野古埋め立て国会法維持委員、毛利さんお願いします。結集された仲間の皆さん、お疲れ様です。国会法維持委員会から、先ほどチラシも配布させていただいていますけれども、一つ案内と、それから私たちも連帯して戦うという決意を申し上げたいというふうに思います。で、私は、土砂の関係で、全国で、西日本を中心に作った、土砂全協というのがあるんですけれども、そこの首都圏のグループの方でも活動しています。で、その立場から国会法人委員会の方にも携わらせていただいています。今、大執行ということでですね、極めて貢献的な、辺野古の工事が進められています。さらに南西諸島への自衛隊の配備、国は防衛は国の専権事項だというふうに言いますけれども、私これはですね、現代の銃剣とブルドーザーだというふうに思います。自治も自然もそれから文化もあらゆるものを犠牲にして一切さらちのようにして奪い去っていく、それが今の沖縄で行われている大執行、そして自衛隊の配備をめぐる状況だというふうに思います。で、チラシを案内をさせていただきましたが、7月の11日に北上田清さんを迎えをして大執行下の辺野古工事を問うということで防衛省との交渉を行うことにしています。午後から衆議院第二会館で行います。また改めて、少し時間はありますので、案内はさせていただきます。で、夜は、昼の時間帯で参加されない方のために、文教区民センターの 2A で、北上田剛さんから大執行でも破綻する辺野古新基地建設ということをタイトルにして、講演をいただくことにしています。ぜひ、大執行という大変厳しい状況でありますけれども、首都圏の仲間の皆さんに多く集まっていただき、改めて皆さんで戦いの決意を新たにしていきたいというふうに思います。発言させてもらってありがとうございました。国会法維持の毛利さんでした。ありがとうございました。じゃ続きまして、デモの説明をお願いいたします。皆さん、本当に暑い中お疲れ様です。これから、この晴れ渡っているところですが、
デモを出て、この沖縄の現実を訴え、それこそ、ね、琉球湖の戦場化、日本の軍拡に対してノーを突きつけていきましょう。皆さん、デモのコースはですね、ここから、ガード下ですね、大ゲートの下まで歩いて、移動して、そのガード手前でデモの、順番に並んでもらいます。で、そこからガードをくぐって、西口で、新宿駅西口で、南口で、東南口を過ぎてから、左折して、そして新宿三丁目交差点、伊勢丹があるところですね。そこを左に曲がって、実はここまで来ます。そこの、ABC マート、ビッグカメラ、あそこのあたりでの交差点で、入って流れ会社になります。約、35分、まあ、そのぐらいですが、ただ暑いですからね、気をつけて、ぜひ、最後まで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。あ、デモの隊列は、4人です。1列4名なので、そのつもりで行ってください。今こう移動するときには、この、ね、横断幕一つ持った方が先頭に立ちますので、それにくっついて、このままこちらに、こちらから、移動していってください。よろしくお願いします。こちらっていうのは、舞台に向かって左側の方に進んでいくということです。実際に移動を始めるのは20分なので、あと8分くらいしたら移動になります。それまでコールの練習を少ししておきたいと思います。ですね、先ほども申し上げましたけど、デモの時に上り旗とか横断幕を持つ人がちょっと足りないですので、その時にお願いするかと思います。どうぞぜひよろしくお願いします。それからコールの前にですね、先ほど集めましたカンパ6万3500円でした。どうもありがとうございました。では少しコールの練習をしたいと思います。沖縄を再び戦場にするな。沖縄を再び戦場にするな。沖縄を日本の犠牲にするな。沖縄を日本の犠牲にするな。沖縄の民意を無視するな。沖縄の民意を無視するな。沖縄差別をやめろ。沖縄差別をやめろ。軍隊は住民を守らない。軍隊は住民を守らない。軍事基地は沖縄から出ていけ。軍事基地は沖縄から出ていけ。石垣宮古にミサイル基地はいらないよ。石垣宮古にミサイル基地はいらないよ。カツレン半島にミサイル基地はいらないよ。カツレン半島にミサイル基地はいらないよ。与那国島にミサイル基地はいらないよ。与那国島にミサイル基地はいらないよ。沖縄を戦争に巻き込むな。沖縄を戦争に巻き込むな。これ以上沖縄に基地を押し付けるな。これ以上沖縄に基地を押し付けるな。企業は軍事基地建設で儲けるな。企業は軍事基地建設で儲けるな。
急列車の軍事要塞化を許さないよ。琉球列島の軍事要塞化を許さないよ。軍事基地も自衛隊基地もいらないよ。軍事基地も自衛隊基地もいらないよ。辺野古の海を土砂で埋めるな。辺野古の海を土砂で埋めるな。辺野古新基地建設反対。辺野古新基地建設反対。沖縄は軍事植民地を拒否するぞ。沖縄は軍事植民地を拒否するぞ。琉球列島にミサイル基地はいらないよ。琉球列島に軍ミサイル基地はいらないよ。ウチナンチュー教えてナイビランド。ウチナンチュー教えてナイビランド。皆さん体力ありますね。もっとやっててもいいの？もうちょっと休憩に入りたいですね。はい、では実際に移動するのは20分の予定なんですけど、ゆっくり水分を取りながら移動を始めて、でも更新は3時30分から始めていきたいと思います。これから10分ちょっとかけてスタート地点に移動してください。隊列は4列です。すみません、デモの後に照屋裕之の講演会があります。ぜひぜひそれに合わせて皆さん自分 の, ペースを守りながら、途中でも疲れたらどこかで休んでもらって、講演会にはぜひ間に合わせて会場に参加してくださることを切に切に望みます。よろしくお願いします。はい、デモは出ないでそのまま会場に向かってもいいですし、デモの途中で抜けて会場に赴いてくださっても構いません。ではデモに出る方々はゆっくり水分を取りながら移動いたしましょう。